ヒーローは1980年代ヒースキットから販売されていた複数の教育用ロボット。ヒース社は1979年10月にヒーロー1のプロジェクトを発足した。最初のユニットは1982年に入手できた。機種はヒーロー1、ヒーロージュニアとヒーロー2000があった。ヒースキットは一連のヒーローロボットのサポートを1995年まで実施した。 これらはすべてキットもしくは半完成の状態で供給された。2013年以降、明らかに1980年代の機種は、希少性ゆえに収集化の収集対象となったと考えられている。それらは実用性は低いが娯楽と教育においては有用だった。ヒーロー1は自立型の移動ロボットで、モトローラの 6808CPU と4、 キロバイトのラムを搭載したコンピュータで制御された。ロボットの特徴は光、音の各センサーと同様にソナー式距離計による動作検出器を搭載していたことである。さらにオプションでアームや音声合成装置もキットや組み立て済みの形態で用意されており取り付けることができた。ヒーロー1は同様にミスターウィザード、S-World の数話に登場した。 バイト紙ではヒーロー1の記事ではかなり柔軟性と機能がありもしあなたがロボット工学に関心があるならヒース社は記念に道筋を示すだろうと記述されたヒーロー1の制御パネルヒーロージュニアと呼ばれる小型版のヒーローが後に家庭用に販売された単純化され自律性が高まったヒーロー1のようにヒーロージュニアは6808プロセッサを 搭載したがラムは2キロだけだった。24キロバイトに拡張可能だった。同様に合成音声、ポラロイドのソナー距離計、光センサーや音センサーを搭載した。オプションの赤外線センサーも同様に入手できた。他のオプションにはこれまでの2倍の時間運用できる1体タイの外部バッテリーにより活動時間が4時間から8時間に拡大された。 遠隔操作用の付属品により利用者がロボットを操作することを起とした。付属品に含まれた動体検出センサで動くものは何でも検出した。ヒースキットはロボットの能力を高める目的で留守スチュきニアキスに入られた時に動体を検出して防犯装置を起動する送信機を含む複数の追加装置を用意した。同様にプログラムのカートリッジを追加することで ゲームも可能でロボットに直接プログラムすることも気とした。駆動機構はヒーロー1のものを踏襲した。ロボットの後部に駆動と走行式車輪を備えた。頭部には最大10ポンドの重量物を乗せて運ぶことができた。このロボットは多様な映画に由来するロボットやコンピュータに関連するいくつかのフレーズを話すことができた。同様に主人の名前を記憶して呼ぶ機能と同様に 歌を歌ったり詩を朗読したりした。より強力なヒーロー2000は、複数のマイクロプロセッサーを搭載して、音声合成、複数のセンサーとバックプレーンを使用する拡張カードにより、能力が強化された。2007年12月に発売された HE、ロバートは、ヒースキットとホワイトボックスロボティックスの戦略提携の成果である。914PC ボットとして、 ホワイトボックスロボティックスカラーも販売されている。入手可能だった時期において8000ドルだった。HE ロバートは教育用を見込んでいた。ヒースキットは2012年に破産するまでこれらのハードウェアはインテルコアデオ搭載のミニ、イッチマザーボードで 80GB のハードディスクの産業用 PC を元にしている。ウェブカメラ、CD o m CD、 RW コンボドライブ、USB ホスト、LED ヘッドライト、8機の赤外線、センサー、スピーカーと無線チップセットを搭載している。アナログ8入力とデジタル8入力とデジタル8、出力と他のセンサーを回路で制御される。オプションで2番目の D、A ボードも搭載できる。シャーシは2個の 12V の鉛電池と DC、ステップモーターにより移動する。 高さは約5 3トル、重量は約2 5ラムである AGE ロボットのソフトウェアはマイクロソフトのビジュアルスタジオ2 0 0 5が使用される。ネット支援言語によりプログラムされる。アルゴリズムは会話、広報と人工知能がサポートされる。総合ヒーロー1ヒーロージュニア、ヒーロー2000利用者グループ。ありがとうございます。